はい、どうもおはようございます。1717181です。私はね、現在さいたま市役所の前に来ています。はい、この建物が、多分さいたま市役所だと思います。ちょっとね、わかんないんですけども、間違いないでしょう。で、今日はね、これから、政令指定都市の区役所巡り埼玉編ということでね、このさいたま市の、区役所を、五十音順にね、回っていきたいと思います。はい、さいたま市はね、ご存知の方も多いと思いますけども、旧浦和市、旧大宮市、旧与野市、この3つがですね、合併してできた市で、その後に岩槻市も加わってますね。で、旧浦和市が4つ、旧大宮市が4つで、与野と岩槻が1つずつ計10個の区がありまして、今日はね、それを、巡っていくという感じになります。ではまず最初は岩槻区役所ということで、行き方を調べましょう。はい、ここは埼玉サッカー発祥の地だそうですね。この銅像にこの、ボールをヘディングしているという、これは結構なんか珍しい感じですね。で、岩槻区役所はね、ここからとりあえず浦和駅に向かって、そこから東武の路線に乗り換えて岩槻駅ですね。で、岩槻駅のすぐ近くにあるみたいです。はい。で、ここ埼玉市役所、ここに埼玉市役所とありますね。埼玉市役所なんですけども、ここがね、結構最寄り駅から遠いんですよね。今も、調べたら徒歩17分、実際私もここまで歩いてくるのに17分ぐらいかかってるんで、ちょっとね、これは不便なんですよね。このぐらいね、駅から離れてるっていうこと自体は、最寄りが浦和駅ですが、いいというかね、わかるんですけども、浦和は元からある程度栄えているところなので、駅から離れたところに、こういう大きい建物を建てるっていうのはね、なんですけども、普通はね、この政令指定都市といえば、やっぱり地下鉄なり、路面電車なりそういうのが、大体はあると思うのでね、浦和は残念ながらそういうのがないのでね、ちょっと、不便な感じになっちゃってますね。で、ここが、埼玉市役所前の交差点ですね。これが国道17号ですか、確か。ちょっとおにぎりとかはないですが、多分そうでしょう。ありますね、17号っていう印がね。はい、こんな感じで。17号は、この辺は片側一車線のね、古い道路がそのままという感じですね。一応バイパスが、新大宮バイパスというやつがね、首都高、とともに、もう少し、西の方にあるんですけども、街中はこんな感じの、本当に、なんていうんですかね、生活に密着している道路というような感じです。はい、で、この辺は一応浦和の街という感じですかね。そうですね。浦和はあんまりでもオフィス街とかいうイメージはないですかね。なんか駅前もマンションとかばっかりで、ベッドタウン、なんですかね。私は埼玉はそんな近くはないんですけども、埼玉クリテリウムというね、自転車の大会が毎年ありまして、それを見に、来てるので、結構土地勘はそれなりにあるんですよね。だからこれまでの、相模原、千葉、川崎は本当にね、どこに何の区があるかも全然わからない手探りという感じだったんですけども、ここも桜が咲いてますね。今日のね、埼玉市に関しては多少は、事前の知識がある状態で来ているという感じになってます。はい、市役所から7分ぐらい歩きました。Google の指示によるとね、このホテルの手前を右に曲がるということですね。ここは、パインズホテルとかいうところですか。結構ね、立派な建物で、埼京線とか新幹線から見ると割と目立つところですかね。ロイヤルパインズホテルですね。はい、はい、ここは、歩行者専用ではないか。今車も来ましたね。なんか商店街のような通りを通るように言われてます。で、ここまっすぐね、突き当たりまで行くと線路があって、そこを右に曲がるということのようですね。はい、こちら、左側がイトーヨーカドーですね。朝9時開店ということで、もうなんか賑わってる感じですね。で、正面がそこがもう浦和駅のホームになりますね。で、浦和駅の入り口は、もう少し右側ですね、ここからね。はい、浦和駅の、ここは西口ですかね、そこに来ました。
この道の手前になんかアトレ口とかいうところもあったんですけども、そちらはねなんかスイカ専用ということで、私は今日18切符で来ているので、こちらのね、正面口的なところから、入ることになります。はい、もうホームに来たらちょうど電車が来ましたね。宇都宮線小金井駅ですね。はい、小金井市に行こうと思って乗ると大変なことになるやつですね。はい、では、乗っていきましょう。インサンチ。ということで着きましたね。今日1回目の大宮です。はい、大宮はね、たくさん路線が集まっている、埼玉市内の中ではね最大のターミナル駅ということで、多分今日は、もう何回来るか分かんないぐらいね通ると思うんですけども、とりあえずここからね、東武、アーバンパークラインとなってますね。ここでね、それに乗り換えます。はい、改札を出てね、東武野田線方面に向かってます。やっぱりあのね、野田線という表記がしっくりきますよね。アーバンパークラインはね、やっぱり、表示に入れるにはちょっと長すぎますからね。野田線だと、こう、収まりがいい感じですかね。で、次のが41分、これ急行ですか。おー、急行の船橋行きに乗れそうですね。これは素晴らしい。はい、こちら私が乗るのはね、右側の、急行船橋行きですね。この急行の船橋行きというのは、今年3月のダイヤ改正で新しくできた、やつですね。確か前もあったのかな。で、停車駅のご案内で、一番左が今いる大宮で、で岩槻は急行の次の停車駅ですね。なのでこれに乗ればもうすぐ岩槻に行けるという感じです。こんな感じで、平日は朝はないんですね。9時以降に、30分おきにちょうどある感じですかね。運よくそれに当たりましたね。ということで最初の停車駅岩槻で下車しました。はい、急行がやっぱりもう早いですね。本当に快適そのものですね。はい、丁寧にね東口岩槻区役所って書いてありますね。ということで東口に行きましょう。で、この岩槻はね、これも人形のシルエットかな。
まあ、人形の町としてね、有名でもないかな、まあ、そういうアピールをしているところですけども、まあ、埼玉市にくっついちゃったのでね、なんかちょっと影が薄くなっちゃったような印象もありますかね。で、岩槻区役所ですけれども、そこですね、はい、もう目の前の、この建物が岩槻区役所ですね。ワッツ岩槻区役所丸越という感じで、はい、もう今いるところからもうすぐですね。これは新築じゃなくて居抜きかなんかですかね。どうなんだろうな、15年前ぐらいですか、岩槻が加わったのは。まあその辺はちょっと分かんないですけども、区役所は3、4階、一応まあ中に入ってなんか、でも3、4階はエスカレーターか、一応上がりますかね。これは駅がなんかちょっと和風な感じになってるんですかね。なかなか電車に乗ってると気づかないですけどもね。はい、ということでここは岩槻区役所ですね。はい、では次は、2番目浦和区役所に向かいましょう。はい、そこのね駅前にあるビルも、今日じゃない東極ビルですか、これは。まあ、人形の町ということで、駅前一等地にビルを持ってるのも、人形会社ということでね、まあ、なかなか面白いんですけどもね。私岩槻はねちゃんと来たことがないので、まあ、区役所がねもう少し遠いんだったらね街歩きとかもしたかったんですけども、まあちょっとねこの先まだ9カ所もあるのであんまり、のんびりしてる余裕はないのでね、またすぐに、向かいたいと思います。で、次の浦和区役所は、ここからまた東武の路線でね大宮まで戻りまして、で大宮から、まあ、一駅ですか、東北本線もしくは湘南新宿ラインで一駅浦和に行って、でまた浦和駅から徒歩という感じになります。来なかったですね56分発が今目の前で行ってしまいました。これ56分発って分かってればね急いでもよかったんですけども、あの Google にも案内されなかったんでね、まあちょっと油断しましたね完全にね。はい、ちょっと今人がいなくなった、タイミングで撮影してるんですけどもね、これこんなところにも姫宮奈々さんがいるんですね。はい、こちらは先ほどと反対側の岩槻駅西口方面ですね。駅前なんか綺麗に整備されたような感じなので、これは近年なんか再開発されたんですかね。そして結構駅から離れたところにマンションが多いような印象ですかね。はい、東武桐生線あざみ駅、駅移転のお知らせということでね、この3月のダイヤ改正で駅が移転したみたいですね。なんか日立3号とかね、まあ、東武アーバンパークライン急行とか、まあ、そういう動画は YouTube の時を見ましたけども、これは取り上げてる人いましたかね。私は全く少なくとも私は全く見てないんですけどもね。はい、なんか東武桐生線といえばね、どこかに、なんか駅の中に遺跡があるようなね、そんな変わった駅があったと記憶してるんですけどもね。はい、ということで大宮に来ましたね。今回乗ったのはこれは何系っていうのは、ここからまた JR に乗り換えます。大宮駅ですね、今ちょうど電車が着いたところですね。私はこれから乗るのはこの上の東京ライン、10時23分発熱海行きですね。こっちでもいいかな。はい、浦和駅の東口に出てきました。こちらはね、駅前はパルコがあって、まあそれだけかどっちかっていうとまあ西口がメインなんですかね、ここはね。 Google マップではね、西口から出て、すぐ北の方に向かうのがまあ最短とされてるんですけども、まあ同じルートをね通ってもちょっとつまんないということで、あえて東口から出て、一つ南の通りですかね、それをまあこう行く感じですね。浦和駅は確かなんか昔工事しててね、で
いつぐらいだったかな、結構最近ですよね。湘南新宿ラインが止まるようになって、で駅が高架化されてね、この辺はだから踏切がなくなったりしたんですかね。この辺はやはりというか県庁所在地の裏口としては、まあ普通っちゃ普通ですけどもね、政令指定都市の中心駅と考えるとやっぱりちょっと、物足りない感じはありますかね。もともと浦和と大宮はどっちも人口が50万ぐらいでしたかね、もう少し少ないか、40何万とかぐらいのが、まあ、合併した、ので、まあそのね、今は埼玉市で人口120万とかいますけども、まあそれに見合ったね、その駅前の華やかさとかそういうのがあるかというと、まあ、ちょっと微妙な感じですかね。はい、もうここもマンションですね、高いビルはね。まあ適当にまっすぐ行きましょう。多分20分ぐらいかかりますね、まだね、遠いんだよな。はい、先ほどからまっすぐ歩いていたんですけども、もう一本北のね、駅前の道をまあ行った方がなんとなく面白そうなので、ちょっとここで一旦右に曲がってね、その次の交差点を左に行きたいと思います。はい、ここは、その交差点より正面方向と左方向が、国道463号みたいですね。あ、これは放射分離式の信号だからちょっと待たされますね。もうしょうがないんですけどもね。でここがまあ浦和駅西口の駅前で、まあさすがにね、この辺は多少は賑わってると思うんですかね。はい、ここは右側が、浦和駅がちょっと見えないな。で私が行くのはこっち側ですかね。ここは斜めに渡るのが賢いですかね。はい、ちょっと下ってますね、この辺はね。ここはまあ駅前のメインストリートですけども、道路は片側一車線でね、なんかどうなんですかね、あんまりこう大規模な再開発とかをしなかったんですかね、浦和はね。でちょっとこれは木がね立派すぎてあんまり見えないんですけども、正面の建物がどうやら埼玉県庁のものですね。なんか見た感じ5階建てぐらいですかね、あんまり大きくないような。で県庁からは右と左にこれ道が分かれているんですけども、どっちを行くべきですかね。はい、こちらが埼玉県庁ですね。まあ、今回は区役所巡りということで県庁は関係ないんですけども、まあ一応せっかくなんでね、ちゃんと撮ってみますが、なんかね、花が咲いてたりして、まあのどかな感じですかね。埼玉は人口が今730万ぐらいですかね、まあ、結構多いんで、この県庁ではちょっと足りないような気もするんですけどもね。あ、でもあっちの方に見えてるのもあれも県庁ですかね、第二庁舎とか。そうですね、ああなるほど。はい、まあ463取っていきますかね。こう戻ってこうですか。はい、では行きましょうか。なんかもう早くも疲れ始めてるけども、まだ1箇所しか行ってないんですけどね。今日10箇所あるんですけどね。いやー、桜が素晴らしいですね。私今年はね、目黒川とか鎌倉とかにも行ってきたんですけども、まあ、ちょっと天候に恵まれなかったりしてね。いや、今日のこのね、満開の桜と青空のこのコントラストは本当にもう最高ですね。いやー、外出自粛なんて本当もったいないですよ。絶対見に来た方がいいよね。そして桜に気を取られて気づかなかったんですが、後ろの方にこのおにぎりくんがありましたね。463号。そしてこの右上ちょっと逆光ですけども、看板がなんか変な感じですね。なんかダンスしてるようなね、腰つきが、そんな感じの不思議な、標識看板ですね。で目の前の方にもなんかちょっと変わった看板がありますかね。この先なんか道が中途半端に V 字になっているみたいで、はい、県庁はライオン増しなんですかね。埼玉県庁、この看板は結構かっこいい。なんかレッズとかをね、肩入れすると他のチームのファンから苦情が来たりするからですかね。はい、現在ね、県庁前の交差点を曲がって、国道17号に出たところです。浦和駅から15分ぐらいも歩いてますかね。あとはこの道を北に、500メートルぐらいですかね、行けば、多分、浦和区役所が左手に見えてくるはずです。ここは17号と463号の、重複区間ですね。そこの看板は、まあ、一応ダブルおにぎり的な感じになってますね。ただ行き先は全部17号です。高崎、熊谷、上尾。
はい、先ほどのところからね、17号をまあ適当に数分歩いて、こちら、スタート地点埼玉市役所に戻ってきました。で、この埼玉市役所の中にね、この浦和区役所があるということで、とりあえずここが、ゴールですか。その辺、先ほどはね、この向かって左側こちらから撮っていたんですけども、今回はこっちにあるね、入り口の方をちょっと見てみましょう。はい、ということでね、いきなりこのスタート地点との往復というね、川崎の時もありましたけど、この、まあ、私は50音順で行くという、まあ、マイルールを課しているので、まあ、こういう無駄なね、動きがどうしても出てしまうという感じですかね。はい。で、そこに、埼玉市役所、そして埼玉市浦和区役所のちゃんとね、両方書いてありますね。いやもうね、ここが本当めちゃくちゃ遠いんですよね。地図で見ればわかると思うんですけども、東側にある、東北本線、京浜東北線の線路、そして西側にある埼京線、あとまあついでに新幹線、この線路のね、ちょうど間ぐらいにあるんですよね。そうで、調べてみたら、ここから一番近い線路が、大宮から武蔵野線に抜けるね、貨物線がこの辺の地下を通ってるんですけど、そこが一番近いという。だからその貨物線にね、一応旅客列車も多少通ってるんで、まあ、駅を作ってくれればね、埼玉市役所の最寄りになるのになとか、まあ、思ったりしたんですけども、ここが入り口ですね。では次は、大宮区役所に向かいたいと思います。